な小僧に。へへんだ、俺って強すぎだな。あ、そうだ、前から考えてた勝利のセリフってやつを試してみようかな。なんです、それは。命だけは助けてやる、だから俺の言う通りにしろ。言う通りに、まさか。ああ、やめて、許して。エッジスケッチエロ戦士。バカ、何勘違いしてんだよ。俺はただ命乞いしてほしいだけ。あ、なんだ、私はてっきり。って待ちなさい、それもできません。ふん、じゃあいいよ。もっと嫌なことしちゃおっかな。なんですって。凶物、あまりに私が美しいからって。どうしよっかな。わかりました、ジャック様、どうか命だけはお許しください。最強の天才剣士ジャック様ね。あともっとこう這いつくばって。最強の天才剣士ジャック様、どうか命だけはお許しください。もっと可愛く、夏目のお願いとか言ってみ。調子に乗って。あーやーくー、ラブリーなポーズも忘れずに。な、夏目のおねがい。うはははは、似合わねえ。いつか殺す。さて、あとはヘレンシア砦で分け渡してもらおうかな。どうやらそうはいかないようですね。え、団長、ご無事ですか。夏目様、侵入者ですか。あ、私があんなおまぬけな茶番に乗ったのも全ては時を稼ぐため。しまった。形勢逆転ね。誘拐犯ジャック、覚悟しなさい。夏目団長。あ、お前侵入者か。くそ、これやべえ。やつは誘拐犯ジャックです。逃がすな。おい、ライトエルフ。やはり人間一人で砦を落とすのは無理だったんだ。私たちザイン様に言われて、あなたが逃げないように見張っていたの。逃げてなんかいないぞ。形勢の不利を立て直そうとしてるだけだ。それは分かってる。君は立派に戦いを挑んだよ。人間にしては珍しく嘘つきではなかったな。ライトエルフ、なぜこんなところに。さあ、こいつらをやっつけよう。え、いいのか。本当に戦争になるぞ。私たちもともとそのつもりよ。
ついにライトエルフが放棄したのか。ジャック、自分のやってることが分かってるのか。やってること？お前は仲間を、人間を敵に回したんだぞ。そんなこと。引きなさい。砦の守りを固めるのです。僕らはこのままこの砦を制圧する。君は花の都に戻るんだ。さあ花の都へ。ザイン様が待ってるわ。ああ、分かった。気をつけてね。本当に戻ってきたな。やるじゃないか。中でザイン様がお待ちだ。取っていいぞ。どうしたんだあいつ。さあ。見事であったジャック。私はそなたを信じることにした。そして約束通り、あの娘の命は助けてやろう。ジャック、無事だったんだな。ああ、リドリー、どうした、怪我をしたのか。いや、そうじゃないけど。ザイン様、大変です。どうしたココ、何事だ。風虫の谷が人間に襲われて、セファイド様が倒されました。何、セファイド様が。それは誠か。はい。ギルたちを砦に向けたのが裏目に出たか。人間どもめ。こうなればヘレンシア砦を拠点とし、人間どもを根絶やしにしてくれるわ。エルフの軍勢をヘレンシア砦に集結させよう。はい。フーリー、セファイド様に人間に撃たれた。お前たちも覚悟することだ。フーリーが。それでおめおめ帰ってきたというのか、このたわけ。申し訳ございません。こやつらどうしてくれよ。ライトエルフの英雄ギルが相手では致し方ありますまい。確かに砦は失いました。しかし我らは風流を討ち取ることができたのです。竜など関係ないわ。この大まぬけ役者だぞ。申し訳ございません、ジャステ様。ヒラにご容赦を。よし、もう一度チャンスをやる。ジャックとかいうあのエロガキを今度こそ引っ捕らえてこい。いいな。夢か。あれ、ここは。ああ、
ヘレンシア砦だ。ザインに連れてこられたんだっけ。くそ、人間と妖精の戦争か。起きているかジャック、戦略会議が始まるぞ。ああリドリー、どうしたんだジャック。昨日から妙にぼんやりしているな。ああレナードのおっさんに仲間を敵に回したって言われて、ザインは戦争を始めるって言うし、俺仲間と戦うなんて。世界は動き始めた。もう誰にも止められない。だけどさ、あ、誰にだって思いというものがある。そしてそうでありたいと願う。人間には人間の、妖精には妖精の、私には私の、ジャックにもあるだろ。そうだな、お前を守るってことぐらいかな。本当だとしたら嬉しいな。リドリー、ジャック、私はこの戦争から目を背けない。そうか、わかった。俺はお前を守る。それが俺の思いだ。ジャック。よっしゃ、戦略会議ね。出席してやろうじゃねえか。始まらねえのかよ。こっちはやる気満々だってのによ。わめくな。主賓が来られるのをお待ちしているのだ。主賓？なんだそりゃ、食いもんか。主賓とはメインの客人という意味だ。こやつ昨日は落ち込んでいたのに。人間はわからん。いよ皆の衆、遅れてすまんかっただ。ああ、偽札のおっさん。あんり、あん時のチビちゃんじゃねえだか。あん時は世話になっただな。ああ、苦しい、苦しい。パーセク様と知り合いなのか。そのようですね。パーセク様、そろそろ会議を始めたいのですが。ああ、んだんだ。おや、こっちの人間子は？ああ、こちらは兄者が玉継ぎの儀式を行った。おお、聞いとる聞いとる。おうか、あんだがホップとな。リドリーです。うひょー、めんこいなば。わしゃ、カリューのパーセクだす。にゃに？おっさんがカリュー？では、これより戦略会議を開始する。妖精の、いや、今後の世界を左右する重要な会議になるであろう。が、その前にパーセク様にはお詫び申し上げなければなりません。セファイド様を失ったこと、誠に。ああ、そんなことだば気にせんで。やつは眠りについただけだべ。とおっしゃいますと？あれ、不死のエルフたちも忘れてしまっただか。世界の仕組みを。世界の仕方に説明すっか。この世界を司るんは大地の秩序、そんぐれは知っとるだな。風、水、土、火、四つの秩序を監視する。そ
それがわしら死竜の役目だべさ。大地の秩序んだ。そんでもって、風はエルフ、水はオーク、地はドワーフ、そして火竜のわしはゴブリンを見守るのが役目だべさ。ぜ、なんだよ、人間は無視かよ。人間には大事な役目があるんだ。蒼竜の器という役目だ。器ですか？んだ、蒼竜とは世界を司る大いなる金竜と銀竜のことだ。一日に昼と夜があるように、感謝たる竜にも昼と夜があるんだ。金竜か銀竜、どちらか一方が世界を監視してるんだべ。だども蒼竜は形なき存在、器に入ることで初めて目覚めるんだ。器になる人間がいなければ蒼竜に目覚めはないと。んだ、お嬢ちゃんは面濃いだけでなく賢いだな。じゃあさ、今は金竜と銀竜どっちが起きてるの？今は銀竜の時代だ。もうすぐ金竜と交代することになるだが、そん時にはこの世界はそっくりなくなるだよ。そんな、はあ？そんじゃ人間は死滅するってのか？このまま秩序が歪んでいけばそういうことになるべな。そして逆に眠りについていた死竜はそん時に再び目覚めるんだべ。なんだそれ、めちゃくちゃふざけた話だぜ。仕方ねえ、そいつは宿命ってやつだ。そうだ、人間は自滅するのだ。すでにアルガンダースが蔓延し、大地の秩序が歪んでいるのは明白だから。いや、そういうわけにもいかねえべさ。なぜです？現に地の谷のドワーフは蹂躙され、私の兄ノゲイラさえも死にました。しかし金竜クエサはいつ目を覚ますかわからんだ。何にしろ器がないことにはどうにもなんねえべ。いえ、器は。ただわしらは自分の役目を、信念を全うするだけだべ。精一杯努力して信念を全うするんが生きてるもんの定めじゃねえだか。わかる、おっさんの話俺にはよくわかるぜ。本当か？本当だって。金竜と銀竜ってのは要するに運命みたいなもんなんだろ。金竜がいつ起きるかわかんないのと同じで、自分がいつ死ぬかなんて誰にもわからない。そしたら俺たち人間は毎日を精一杯生きるしかないってことだよ。ねっへっへっへ、そん通りだべよ、チビちゃん。へっへーん。では我々も引き続き人間の傲慢を阻止する努力をせよということですな。そういうことだべな。ただわしには気がかりなことが一つある。気がかりなこと？んだ、銀竜のフォーティーノが何を考えてるかっちゅうことだ。フォーティーノってあん時おっさんが探してた？んだ、やつはある人間を器にしてラジアタ城で人間を導いとるだよ。え？銀竜がラジアタ城に？先だってようやっと居所が分かっただよ。
ラジアータにいるって一体誰だよ。俺の知ってるやつか。まあまあ、オティーノはわしに任せるだよ。やつの真意も知りたいところだし、これからちょっくら行って話してくるだ。ラジアータ城にですか。そんな、危険極まりない。なに、人間のなりすりゃ大丈夫。それに、やつと話すことこそわしの役目だもんな。は、では私も自分の信念、役目を全うしようと思います。うん、それがいいべ。なあおっさん、一個聞いてもいいかな。なんだべ。俺の父さんは水流を倒したらしいんだけど、竜を倒すのはやっぱ罪なことなのか。な、何？ということはお前がケアンの罪ではねえ。おめえの父ちゃんは父ちゃん自身の信念に従ったまでだ。そっか。やっぱそうだよな。ジャック、おめえはゴブランヘブンに行くといいだよ。え？ゴブランヘブン？なんだそりゃ。ゴブランヘブン、ブラックゴブリンの集落だ。リドリーちゃんも連れてくといいべさ。私も。え？戦争が始まるんだろ？そんなとこ行って何しろって言うんだ。まあ行けばわかるべな。わしにはそれがジャックの宿命と思える。ふーん、行くか、リドリー。ああそうだな、行こう。やっぱめんこい子だな。なんだかな、このおっさんは。竜のくせに。ほらジャック、口を慎め。それではココ、二人をゴブランヘブンに案内してくれ。あ、はい、かしこまりました。